皆さんこんばんは、リサです。今日はですね、かの有名なダイソーのシリコンパックなんですけども、皆さんご存知なのはこちらじゃないでしょうか。こちらが何回も私の動画に出てきて、旅行に行ったりとかも持って行っている、かなりお気に入りのダイソーの名品と言っては過言でもないシリコンマスク初代でございます。というわけでありまして、なんと2代目が出たのであります。持っている方もいるかもしれませんが、2代目がこちらでございます。はい、これ同じものなんですが、潤いマスク 2way タイプという2代目が新しく登場したのであります。カラーがミントとラベンダーの2色出ております。これちょっと前に買ったんですけど、これなかなか都内のねダイソーじゃ売ってない、品切れのところが多くて、ちょっといつも行かないようなところに店舗に電話して在庫確認していきました。なのでどうしても欲しい人はちょっと店舗に聞いた方が確実かなと思います。じゃあ早速開けていこうと思います。素材はね同じ、全く一緒だと思います。で、今回変わったのがこの 2way というところですね。全然違いますね。こんな感じで、こう上の部分と下の部分、ここ今つながってるのですが、なんとこう切って上下に分けることができます。で、2個あるので、じゃあ1個切っていこうかなと思います。はい、こんな感じで上、そして下で分けることができますね。で、裏にね結構使い方がこんな感じで書いてあるんですよ。こう上下に分かれさせるのは、例えばここ、目の下のパックとか、ここら辺のパックとか、部分用のパックをするときに落ちちゃわないようにっていうことで、こうセパレートで使うみたい。でも基本的にシートパック全貫でやるから、そんなにねこう履けるパックを使うときに必要かって言われると、そうではないかなっていう感じはします。で、下も同じようにこういう形だったり、このほうれい線のところに使うパックの時は下だけ使ってみてはいかがですかという使い方みたいですね。こう上下でつけることもできるし、上だけ下だけという形で留めることもできるという、これが 2way なんですね。まあ大きな違いはこのセパレートできるっていう部分が違いますね。あと大きく違う点が、こちらのね初代さんですが、このように立体的だったんですよ。だからすごく顔にこうフィットしてくれたのですが、2代目さんは全く立体感はなくペラペラなのです。なのでちょっとこの鼻がめちゃくちゃ浮くのと、まあ、おでこもここら辺が浮く、あい、あ、顎がなんか開いてますね。というわけでね、2代目さんの方がフラットなタイプなので、ちょっとフィット感という面で言うと初代に負けるかなっていう感じがしなくもないですね。ちょっとパックをつけてみようと思います。ベデフィークのものにします。これね、あのスキンケア終わった後に最後につけるパックになっているのでいいかなと思います。はい、装着。はい、パックつけました。じゃあまずは初代からつけていこう。初代は安定感がありますね。ただ結構聞くのが、初代はですね耳がきついんですっていうことをねよく聞くんですよね。ちょっときついかなっていう感じがします。で、この立体的なので、このおでこの部分のフィット、鼻の部分も結構フィットしてて、顎もしっかりフィットしてくれるっていうところが、初代が立体的だからこそのこの良さというんですかねっていう感じかなと思います。はい、そして2代目ですね、こちらつけていきましょう。こんな感じね。はい、なんか耳の部分がすごく これよりこっちの方が細いので、こう痛さが少ないのかなと思ったのですが、こうね、上だけつけた時はそんなにいいかなと思ったんだけど、結局二重でかけるからそこまで緩くはないかもしれないかなっていう感じがします。そして横から見た時に、まあ、ちょっと浮いてる、まあまあそこまで気にならないけど、あと鼻がねもうほぼ意味ないですよね。ビヨンってなっちゃってる。こうね、あんまり乾燥対策にならないかもしれない。そしてここですよ、ここ穴開いてるんだけど、フィットさせたいんだろうね。でもこう、もうこれ自体がフラットなもんで、ほぼ意味ないです。ほぼ意味なしなので、
単純にシートパックとかつけて乾燥を防ぎたいなとか言うんだったら初代の方が優秀かなっていう感じがしてます。この目元ここら辺だけのパック、ここら辺だけ、ここら辺って取れやすいから、まあそういう時にこうセパレートしたものを使うっていう使い方自体はすごくいいかなと思いますが、全顔のもので使う時は初代がいいかなという感じがしました。耳掛けフックを一度着用してみて少しきついと感じたらね、こんな感じでちょっと広げて切るといいかもって書いてあります。ここにちょっとね、だんだんで見えますかね、線になってるので、きつかったこれで調整していただいてってことですね。で、隣のイラストにね、顎の調整って書いてあるんだけど、顎できついとかってもう相当こういう人じゃないとないでしょ。多分これはそんなきつくないと思うんだけどね。トミックさんでも多分いけるんじゃないの。トミックさんだとちょっと切らないといけないのかな、ちょっとわからないんですけれども、まあ、顎がすごくとんがって出てしまっているという声が多かったんでしょうかね。こっち顎が下がらないよっていう声を反映してのことなんでしょうか。こちら穴が開いておりますね。顎がきついなと思いましたらこちらもね、こう線がありますのでちょっと切ってっていう感じでいかがでしょうか。最近ね、私の動画を見てくれている人は男性の方もこう増えているということですね。まあこれはすごくこう美意識の高い男性が増えているのかなと思うんですけども、男の人だとまたちょっときつさとかが変わってきて、こっちの方が少しゆとりがあっていいってなるのかもしれないのですが、パックした後ね、これしながら YouTube 見たり何するのか分かんないけどね、動きやすいので、女性の方はね結構この存在知ってる人多いかと思いますが、男性の方もいかがでしょうか。じゃあ最後にまとめてレビュー。はい、まず初代はですね、やっぱり安定感がありました。こちらのこの立体構造なんで、こうパックした後とかやっぱり顔にフィットしてくれるという面がやっぱり2代目より優れているかなっていう感じがしてます。さすが初代。ちょっとね、このただちょっとね、初代の方が耳のね、ここが太くてきついっていうのがあるので、きついよっていう人はもしかしたら2代目の方がいいのかもしれません。で、2代目さんはですね、このように上下セパレートカットして使うことができるので、下はつけなくて目元だけなんだよっていう時は目元だけで、下だけなんだよっていう時は下だけで使えるという使い方。そしてまあカットした後でも使えるし、カットしなくても使えるんですけど、もちろん全顔のカバーとしても使えるというものでしたね。やるな2代目。まあ耳の部分が前のより少し細くなってて伸びやすくなっているので、今までの初代がちょっときつかった人はこっちの方がもしかしたら少し痛みが少ないのかもしれません。よっ2代目ただすごくフラットなので、なんだろう、フィットしなくて空いてる部分がすごく多いかなという感じがしたので、まあ、フィット感で言ったらちょっと初代目に負けるかなという感じでした。頑張れ2代目。まあそれぞれこう部分用で使うという面ではすごく2代目は優れているので、部分用パックが多いんだよっていう人は2代目の方がいいかもです。はいはい、というわけで今回は初代シリコンマスク、2代目シリコンマスクのレビューでした。これ実はかかとのものだったりもあったりして、他にもね、いろいろ2代目はなんだこの髪は、2代目が出てくれたので、もしかしたら3代目出るのかもしれませんね。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。